の状態。冗談じゃないわ。あなたが太陽の昇る時間を生きるなら、私たちもそれに合わせるだけよ。説得なんて無駄だからね。お嬢様たちを守らねば意味がありませんので。朝も夜もコウマ館を守れるように戦力が欲しいところね。妖精メイドたちだけでは心もとないので、優秀なメイドを増やしましょう。血が繋がっていなくても家族になれるんだったわね。本当に素敵な家族を持ったものだわ。少しは手加減しろよ。いつの間にこんなに強くなったんだよ。前までそんなに大差なかったのに。白霊の巫女が弱くちゃ意味ないでしょう。それより負けたんだから約束通りご飯作ってよ。食べたら再戦だからな。はいはい。私は友達なんだ。もっと霊夢に頼られるように強くならないと。背伸びしちゃって子供なんだから。白霊神社ってこんなに静かなものだったかしら。霊夢、食材がないから買いに行こうぜ。マリサのおごりね。わかってるっての。お前のおかげで霊夢は強くなった。マリサにもいい刺激になってるよ。きっとこれからの幻想郷は変わっていく。私はそれを見守っていくよ。付き合わせるつもりで蘇らせたのに、どこまでも不器用で不憫な女だな。先代を復活させたのはあなただったのね。私の賢者の石の能力だ。笑えるだろ。私の究極魔法が蘇生すら可能にする回復魔法なんて。先代の魂はとっくにサンズの川を渡っていたはずだけど。私は地獄から閻魔の目をかいくぐって幻想郷で悪霊をやってるんだよ。地獄にいるあいつを連れてくることくらいわけないさ。魂さえあれば、あとは賢者の石で作った器に入れるだけだった。幻想郷のために生きていた女が地獄行きだなんて、本当に白霊の巫女ってのはそんな役回りだとつくづく思ったがね。みま、もう一度。先代をまた生き返せなんて要求は断るよ。私の賢者の石は命に対しての対価がいる。先代は普通の人間じゃない、相当な対価が必要だった。かつて宵闇の妖怪と先代が戦った場所に残っていた力と、白霊の敵になりうる妖怪たちの命。使った命が妖怪だったのが悪かったのか、単純に対価が足りなかったのか、宵闇の妖怪の力も少し混ざっちまったのが原因か。いずれにせよ、あいつに苦痛を与えちまった。もう、二度と生き返すつもりはない。なら、今度は人間を使えばいい。外にはね、死にたがりの人間がいくらでもいるの。足りなくならないように必要な数だけ私がかき集めるわ。あなただって人間は嫌いでしょ？魔女狩りと称して人間に愛した森を、思い出を焼かれ、人間を殺したことで親しい先代に殺された憎しみは決して小さくないはずよ。人間を守る立場の白霊の巫女を生き返すために人間を殺す、矛盾してるのがわからないのか？先代を蘇らせたいなら勝手にしな。外の人間がどれだけ死のうが、私には関係ないことだ。残念だわ。なら、私が勝手にやることにするわ。私の魔法を再現してみせると？あなた固有の魔法とはいえ、実現できたことだもの、不可能ではないでしょう。気が変わったらいつでも言ってね。餌の人間ならいくらでも用意してあげるわ。ヤクモゆかり、聞きたいことがあったんだ。先代が自害すると決めた数日の間に、村ぐるみで野党のような悪さをしている連中のところを強い妖怪が襲い、霊夢だけが退治に向かう。結果として、先代も人間に対しての長年の恨みを晴らし、霊夢も妖怪化を得得した。これは偶然か？さあね。仮に私が仕組んだことだとしても、先代を死なせてしまった時点で失敗もいいとこだわ。霊夢より先代か。霊夢が死んでいても、あなたに霊夢の復活を願っていたことでしょう。霊夢と先代にはもっと一緒にいて欲しかった。あの愛しい親子のためなら、多少の命どうでもいいわ。先代の器の用意と一緒に霊夢が殺されないように、妖怪を抑える餌も増やすつもり。外には死にたがりの人間で溢れているもの。死にたいと殺されたいのは違うと思うけどな。それこそ、どうでもいいことよ。執着心の強い女ってのは怖いね。先代に同情するよ。遊びましょ。いやだよ、眠い。いつも寝てばっかりじゃない。いいの、こうやって森で静かに寝てるのが好きなんだから。うるさいからさっさと帰れ。白霊プレス、うは。このクソガキ、待て。あはは、鬼ごっこの鬼は見まね。待てっての、やるなんて言ってないだろ。ガキどもを見とったら、私も地獄に行く。それまで、しばらくお別れだ。ゆかりが連れてきた餌が、私の縄張りまで来やがった。食うしか能のない雑魚妖怪が、私の縄張りを血で汚しやがって。ほう、まだ生きてるのか。
みま、さま。あたしを知ってるのか。名前は？なら、今日からサワーと名乗りな。死にたくないなら、あたしの暇つぶしに付き合いな。まだ死んでないお前なら、対価もあたしで十分。賢者の意志。対価はお前に取り付いて、ゆっくりと支払っていくことにしよう。ようこそ、幻想郷へ。